こんにちは、ようこです。皆さんお元気でしたでしょうか？ご無沙汰しております。もうご無沙汰しすぎで忘れられてるんじゃないかと思うほどなんですが、日本語の動画では毎度これを言ってる気がするというね。今日は何をお話ししようかなと思ってネタを漁っていたらね、北朝鮮の脅威なり、中国の軍拡なりね、その米中との距離であったり、韓国大統領選の結果であったり、なんかアジア地域での難民とかテロとかなんか増えてるぞ、みたいなこともあるし、なんかどうしようかなと思ったけれども、ね、やっぱり私の動画なんで作ってるかっていうとストレス発散なんで何に一番イライラしてるかなっていう勝手なこのバロメーター的にはですね、憲法改正の議論が一番やっぱイライラするんですよね。内容に入る前にですね、憲法改正といえば実は自慢話が一つございまして、先日ね5月3日の屈辱の日に、実はラジオに初出演してまいりました。やったー。地元のね、RKB ラジオの桜井浩二インサイトという番組があるんですけれど、そちらで女性の弁護士の先生がお相手という状況で、まあ、桜井さんというその男性の MC というかなんかその番組持ってる方とアナウンサーの方がいらっしゃって、4人で、1時間ほどお話をするという番組だったんですね。そんなこんなでですね、5月3日の日から、憲法改正2020年施行目標みたいのがニュースが出てきて、そして蓮舫代表がそれに噛みついて、みたいな。でも憲法の問題を考えるときというのはやはり一部の先生方がおっしゃられているように、その現行憲法下でもできることさえやってないこの状況どうなのっていう議論もあるんですが、あえて憲法のことを今日考えたいなと思ってましてですね、憲法といえばね、憲法を守れ憲法を守れポク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 みたいな人たちがいますけれどもね、何の宗教やって感じですけどね、憲法を守れ憲法を守れとかね、あれ聞くたんびに思うんですけど、こっちのセリフだしみたいななんかそのね、私改憲派ね、で私たち改憲派っていうのはその憲法を破りたいわけじゃなくって、むしろその守れてない今の状況現実を見て問題だって言ってんでしょみたいななんかさ、憲法を守れなんか当たり前やがなみたいな、何言ってんのみたいな、国際基準見た時になんで日本だけこの状況ないのみたいな、とか日本はね災害多いのになんでそういうのないのみたいのもあるし、やっぱりなんといっても自衛隊の位置がですね争点ですし、いい例なんですけれども、その国家として必要なものを解釈改憲で今無理やり作ってしまってるから、なんか今おかしな状態になってるわけじゃないですか。そう、解釈改憲でいいのみたいなね、解釈改憲を許すってことは、それ皆さんが守りたいという憲法をないがしろにしてるんじゃないんですかみたいな。ね、変えるの変えないのどっちみたいな。ね、変えないならじゃあ自衛隊解散しなきゃいけないじゃんみたいな。ね。解釈改憲って本当解釈でね、こう読み取りましょうってやってんだから、その憲法に本来ないものが誕生してしまっているっていう、この状況が問題って言ってるんですよね。だからそれをどうしようかって言ってんのよ。憲法を守れ、憲法を守れみたいな。憲法を守ろうよって、平和を守ろうよみたいに言ってる人たちはね、私たちもそうなんだけどっていうね、その改憲派を毒々しい、その変な戦争したいキャラにしないでみたいなことを思うんですけれども。で、私が改憲派なのは、憲法を大事にしたいし、人の命を大事にしないといけないと思うからこそ、改憲派ですよみたいな。わかってるみたいな。ね。でも同時にね、今全てが合憲だと思ってる人たちもいるじゃないですか。蓮舫代表とか。ね、でも私から言わせるとね、国語力大丈夫みたいなこと思うんですけれどもね。まあ政治では何事も位置づけなんで、まあね、あんまりそこを責め立てることもできないんですけれども、とにもかくにも拡大解釈しすぎなんじゃないかなっていうふうに感じてます。日本の憲法ってどんなものですかっていうのは、これはね、当時の敵国であり、今の同盟国であるアメリカの人たちに聞いてみるのが一番いいと思います。学校教育でね、日本の憲法は我々が書いたって習ってるらしいですよ。で、具体的な人物までね、出てくるみたいですけれども、普通にそう習ってるって。もう私それ聞いてびっくりしたんですけどね。何しろ日本国内の議論では、なんか日本人が書いたっていうね、私たちが自分たちの手で書いて、で、それをずっと民主主義的に守ってきたんだから、みたいな議論があってるけど、みたいな。で、あろうことか、去年ね、大統領選中、クリントン候補の応援演説中に、当時の副大統領のバイデンさんっていう人がいたんですけれどもね、これニュースになってるから覚えてる方も多いと思いますけれどもね、バイデンさんがその公の場で日本の憲法は我々が書いたね、なぜなら核保有国にさせないためだーってなんか全部言っちゃったみたいなね。じゃあバイデンさんが気が狂ったのかっていうと、まあ副大統領としてね、公の場でああいうことを言うっていうのはおかしかったかもしれないけれども、その内容自体はね、後ろでクリントンさんがみたいにしてるし、後ろのね、ちょっとでっかいおばちゃんがね、
みたいになってんですよね。だから、もうみんな普通に拍手してて、それはトランプが、あのね、日本も核保有国になっていいんじゃないかみたいなことを言っちゃったもんだから、まあ、すぐ否定はしたけど、まあそういう議論になってたんで、それをね、あの、否定するためにバイデンさんそういうことを言ったんですけれども、いや、日本は核保有国になっちゃいけないから、まあそういう力を剥奪する憲法を我々が書いたんだって、堂々と公の場でああやって言ってるっていうね。つまり、それは当たり前なわけじゃないですか。その事実が。ね、日本の憲法はアメリカが書いたっていうのがアメリカの常識だし、世界の常識だし、歴史家の常識じゃないですか。なのになぜか日本国内の専門家たちはそれを見て見ぬふりするという。その大前提がまずおかしいですよね。でももちろんその形式的にはね、憲法制定に至るまでいろんなプロセスがあって、我が国のね、先人たちが一生懸命抵抗してくれたと。だけどその、ね、表向きそう見えるからって、その形を取っただけであって、その時代背景踏まえろよみたいなね。もうね、ほんと保守の皆さんは聞き飽きてるとは思うんですけれども、本当ね、この専門家っていうものが一体何なのかと本当に考えさせられますけれどもね。というのも、私この間ラジオに出た時もそうだったし、英国人ジャーナリストにちょっとインタビューされることがあって、その時にも言われたんですけど、左派のその専門的な方々が何を私に言ってくるかというと、これが専門家の見方ですって言ってくるわけですよね。いや、専門家の言うこと聞いてないのあんたらでしょってね、その場では言えないんだけど、ぐっとこらえるんだけど、いや、専門家、いや、え、私はね、別に専門家の気取りはしてないですよ。私は単なる YouTuber で、まあ、つまりね、もうその辺の庶民ですけど、私はじゃあ専門家的な考えがないのかというと違って、私だって専門家の先生方の教えを聞いて、あ、こうなんだなって分かって言ってるんであって、私はバカじゃないんでみたいな、なんか専門家ですみたいに言われたって、私だって専門家の話聞いてますみたいなことなんですけど、なんかネットの、まあ、いわゆるネトユが言ってたやつって何ですっけ、あれ、在日認定じゃないけど、なんか認定するじゃないですか。なんか専門家もね、なんか私たちと意見が合う人は専門家、そうじゃない人は専門家じゃないみたいな、その、なんか認定するのやめてみたいな。専門家のサークル活動じゃん、それみたいなね。専門家っていろいろいますよ。ね、一部の専門家だけを見て専門家はこうだって言われたところで困りますよね。他の専門家をね、虐げないでくださいみたいなね。こんな典型的な話を、この2017年、平成29年になってもね、まあ、こんな言わなきゃいけないっていうのがもう意味不明なんですけれども、でもね、多分そういう左派の人たちは悪気があるわけじゃないと思うんですよ。話してたら普通に話せますから、いい人たちなんで。なんでかなーって思ってたら、多分そういうことを平気で私に言ってくる人たちっていうのは、日本の社会の仕組みをね、誤解してると思うんですよね。どういうことかというと、例えば皆さんの大好きな韓国を考えてほしいんですけれども、韓国の国内ではもちろんね、歴史観は反日ですよね。基本的に学校教育もそうだし、メディアも反日だと。そんな韓国社会の中で、慰安婦問題をはじめとする日韓の歴史の真実、これを言っちゃうとどうなりますか。専門家の人たちはね、教授とかは地位を剥奪され、そして、ね、作家は不買運動に巻き込まれ、で、事実が、真実が話せない社会ですよね。で、それについての記事をいろいろ漁ってたら、面白い記事があって、ちょっとそこをご紹介しますと、日本のサイポ紙、2014年の10月号が、19人の韓国人識者にインタビューを申し込んだところ、13人が、言いたいことはあるが、韓国批判をすれば社会で生きていけない、などの理由で取材を拒否し、応じたのは6人だけであったという、というね。19人中13人が言いたいことあるんだけど、韓国否定しちゃうとやばいんだよって、ね。それで取材に答えられないみたいな。そんな社会だと。ね。これ韓国。中国行くともっとやばいみたいなね。もう投獄されるみたいな。刑務所行きみたいな感じですよね。もう弾圧がひどいわけですけれども。じゃあ、日本にそういうね、側面がないのかと、社会的に。ありますよね。ね。我々の戦後の歴史は何を隠そう、その歴史観塗り替えられてた上にね、公職追放から始まってるじゃないですか。で、その他にもいろんな命令が出てたじゃないですか。で、それを日本人真面目だからずーっと引きずってきちゃった、みたいな。で、それで今も例えば、その学校の先生が日教組とか入らなかったらいじめられるケースとかもありますよ。私話聞きますよ。あの先生方から。それとかね、昇進邪魔されたりとか。ねえ、ほんとその日教組が GHQ 受け継いでまーすみたいな。で、メディア関係者も、その普通のこと言うと大変にやってる人たちだっていますよね。で、芸能人だって仕事来なくなるし、みたいな。なんでその政治的に偏ってんのってね。なんでかっていうと、そうやって抹殺していく人たちがいるじゃないですか、世の中に今も。
ね、YouTube とかもう超フリーですよね。いいっすよねと思ってたらね、YouTube も結構弾圧が来ててね、とんでもないことになってますよ、YouTube 界も。ということでですね、その戦後からの流れが日本社会には今もあって、それで苦しんでる人たちがいるっていうのに、なんかなんでそれをね、よそに話をするんかなって、不思議なんですよね。ほんとそういう人たちはね、どうして日本の憲法は一度も変えられてこなかったんでしょうかとかね、改正しなくても今まで平和だったから大丈夫なんじゃないでしょうかとか、今まで平和だったから変えたら危ないんじゃないでしょうかとか、改正しないのは日本人の意思じゃないんでしょうかとか、もうメルヘンどんだけ広げんのみたいな、もう、想像力あるのは分かったから現実を見てくださいみたいな。日本はね、まあテロにも巻き込まれたり拉致被害も出たりとかね、いろいろあるものの、それなりに平和だったっていうのは努力してきた人たちがいるからですよね。アメリカと同盟国だしね、それが威力すごいんだけれども、で憲法は改正しなかったんじゃなくてできなかったんでしょうみたいなね。だからなんかその何、法の手続きどうするかとかね、法律すらなかったり、国民投票とかね、いろいろ問題があったわけですよ。で、日本はその言論の自由が一応はあるんだけれども、ね、その自由を最大限にこう使っちゃうとね、社会で干されるんですっていうね。それとかね、今頃になってね、日本会議がーみたいな人たちもいますよね。あの陰謀論的に語る人たちがね、前からあるじゃんみたいなね。なんで憲法改正それでもできなかったのかってね、あなたたちのせいですみたいなこと思うんですよ。その憲法改正がね、制度的に厳しい上に、あなたたちが止めてきたからできなかったんでしょね。なんでそれをね、人事みたいに語るんですか？なんで改正できなかったんでしょうね？あなたたちのせいですよみたいな。本当にね、加害者なのに、なんかそれの意識ないってね、やばいっすよ。ね、日本っていうのは学問の自由とか言論の自由とかあるように思えるんだけど、実は正しい歴史を学校で教えられてないし、マスコミも正しい報道をしてくれないからね、そういう仕組みを継承しちゃって、その憲法改正以前に、日本国民がこの世の中の本当の仕組みに気づけない、そんな状況にあるんでしょうって、いつまでセルフ占領期やってんですかみたいな。ね、もう一世紀近く経ってんですけど、みたいな。わかりますよ。あ、もう今ね、もう保守の皆さんが今画面の前でね、あ、自虐士官だねーとかね、ウォールギルトインフォメーションプログラムだねーとか言ってるのが聞こえてくるわけですけどもね、超能力。ほんとね、なんでね、原爆を落としたアメリカの民主党の連中とか、あと自国民殺しまくった中国とかロシアの共産主義者たちが自由にしていて、軍隊とかいっぱい持ってて、なんで日本が残虐みたいな話になるんですかみたいな。まあ、戦争はしましたよ。戦争の中でいろいろあったし、でも日本国家としてね、残虐だったんですかって。なんであの人たちだけ軍隊持てんのみたいな。おかしくない？みたいな。いつまで東京裁判しか浸ってんでしょうね。時代遅れですよ。時代遅れ。ほんとそれが恥ずかしい。なんせね、今構図変わってるじゃないですか、国際情勢はね。で、今世界の人たちが何を話してるかってね、第三次世界大戦の話をしてるんですよ。第三次。なのに、日本国内の議論見たら、第二次世界大戦の話ばっかしてるんですよ。未だに。ね、世界の構図が、なんか第二次世界大戦止まってるみたいな、おーいみたいな。遅れすぎもほどがあるっちゅうのはもう、どうするんですかもうね。だから、そういうの考えるとね、その、専門家ですみたいな人たちが、専門家として食って言ってるのが意味不明なんですよ。当たり前の議論を持ってきてみたいなことを思うんですよ。だって常識すらないって。それで専門家っておかしくないですかね、トランプさん来るよって言ってた私と、ね、一部先生方がいらっしゃって、ね、なんか私たちクレイジーみたいに思われてるけど、今分かってるでしょみたいな。あんまり吠えすぎるとね、近所迷惑だからね、皆さんちょっと静かにしましょうね。私が静かにしろってね。それから憲法改正の議論でね、私がすごく違和感を抱いていることがあります。他にも。それはね、憲法改正が目的になってしまっているっていうことですね。なんか、え？って思われるかもしれないですけど、話がずれるようでずれないんですけれども、今韓国の大統領選が終わりましたと。で、新しい大統領が、対日政策どうしていくのかなーちゅうくだりで、その歴史認識問題はどうなるんでしょうみたいな話がありますよね、よくね。そこで考えていただきたいのが、韓国の反日の歴史観とは何ぞや言うと、これ外交のカードですよね。カード。それが目的じゃないですよ。ツールなんですよ。
つまりどういうことかというと、歴史認識問題のために政治をやっているんじゃなくって、政治のために歴史認識問題を持ち出しているっていうのが実態ですよね。そういう仕組み。だから歴史認識問題は内容は内容としてもちろん大事なんだけれども、それを使って人々の感情をかきたてて政治を推し進めるという、その材料にしか過ぎないですよ、歴史が。なのになんか歴史認識問題が独立しているかのようなことをね、言うのがなんか前提としておかしいなと感じると。じゃあそのロジックで憲法改正を考えていただきたいんですけれども、ね、じゃあ憲法改正しよう、憲法改正しようってね、日本の世論がこう湧いてきましたけれどもね、そうやって憲法改正が目的なんですかって。いや、もちろん、その当時の敵国が書いたものをね、ありがたがってるっていうのはおかしな話なんですけど、憲法は国のあり方を示すものですよね。それによってどういう国にするのかっていうのが目的じゃないんですかと私思うんですけど。他の例えを使うとね、英語学ぶ。ね、私英語できますと。英語学ぶのも、英語が目的じゃなくって、英語を使って何をするのかっていうのが肝心のところですよね。だから憲法を改正して、どうなりたいの日本はって。そこの議論を私たちが今してないとおかしいんですよ。でもしてないの。ね？なんか改正改正言ってるから意味がわかんなくなってると思うんですよ。国がどうあるべきか。ね？それがあってこそ本来憲法が書けるんじゃないんですか？なんかこう順序逆なってないっていうのが私の今の感覚です。うん。だから我々のね、先達が実際に書いた憲法、大日本帝国憲法を、それを書くときには、先達は古事記とか日本書紀に立ち返ってますよね。なぜかって、建国の理念とか建国の精神に立ち返るから。アメリカの大統領選私ずっと見てましたけれども、その時もね、皆さんね、その国民のあの議論、ネットとか見てると、やっぱり憲法の話するんですよ。何かって憲法っていうよりは、その建国の精神に立ち返るんですよ、その理念に。じゃあ、日本はって、今憲法改正とか言ってるけれども、私たち建国の時の話とか何もしてなくないみたいな。まあ、天皇の話がね、出てますけれどもね、もちろん。でもなんか足りないみたいな、肝心なことが抜けてる気がしてならないですよね。こう、憲法改正というそのツールが目的になっていて、私からすると個人的に意味がわかんない。何のためにやるんですかそれみたいな。そこ議論しないからみんながついてこないじゃないのって思うんですけどね。ね、今日元気いいからガンガン行きたいんですけど、まだ返さないぜ、ベイビーみたいな。ね、自衛隊の話をしましょう。ね、まあ、それこそ専門家の先生方がこれを聞いたら、はぁ、お前何言っとんじゃと言われるかもしれないですけれども、私は一庶民として言わせていただきたい。ね、私から見ると自衛隊はね、もうまさに軍隊なんですよね。自衛隊をね、自衛隊って呼ぶのは、私からすると、それはまさにね、中国がある時は先進国、またある時は発展途上国みたいな、そんなレベルにさえ思えます。なんかこの自衛隊を自衛隊とするっていう、これ誰の得ですかみたいな。今の時代だったら中国とか北朝鮮ですよね。あるいはもしかしたら近場で言えばロシアとかね。他は誰の得になってんだろうみたいな。日本の得になってないよねみたいな。九条の問題っていうのはほんとややこしい議論になっちゃってるけれどもね。もう簡単にしましょうよって。ね。自衛隊解散しますかそれとも軍隊にしますかこの二択で行きましょうみたいな。ね。ね。左翼はすぐ原発問題とか、なんだっけ、その基地の問題とか、なんか他の行政の問題で国民投票しようみたいな感じなのに、なんかこのね、自衛隊ネタになると全然そういうこと言わないですよね。自衛隊っていう今の状況が私たちがやりたくてそうしたわけじゃないんだけれども、その状況を保っているっていうことで、日本はね、そのうち本当国際社会から見放されると思うし、日本のあの安全も危ないと思います。安倍政権は必死に今アメリカ繋いでますけれども、もうなんかもうアメリカにさえもう見捨てられそうな勢いですよね。あの、当たり前じゃないですよね、日米同盟。ね、日本は自衛隊どうしたいのかってね、スイスみたいにめちゃくちゃ軍備強化して国民にも指導して衛星中立するとか言うならまだわかるけれども、でもそれって現実的じゃないですよね。まあ自衛隊が軍隊だとか言うと本当怒られるかもしれないけれどもね、身内からも。でも装備見たら軍隊じゃないですか。普通に考えて憲法とかじゃなくて、普通に見たら軍隊ですよね。あれ、海外から見たら、え、日本軍隊いないってどういうことみたいな感じだと思いますよ。自衛隊軍隊だって言ったら、いや、軍隊じゃないわって言うかもしんないけど、今戦闘機飛んでってるじゃないですか。ねえ、戦闘機あるよ、日本に。
ね、戦闘機で今攻撃しに行ってますか？行ってません。自衛隊いっぱい武器持ってますけど、攻撃してますか？してません。暴走してないんです、みたいな。こんなに中国と北朝鮮が調子に乗ってんのに、自衛隊はそれに踊らされてないと。なぜか、自衛隊はバカじゃないから。ね、日本のその戦闘機、毎日何遍も飛んでるじゃないですか。なんでですか？中国機とかロシア機を追いやるためでしょ？ね、空だけじゃなくてね、自衛隊は海も見張ってくれていると、その言葉遊びになり下がってしまってる日本においての、その自衛隊という名の軍隊、これが今どう動いてるのかって。日本を守るために動いてますよね、明らかにね。なかったら今頃侵略されてますよ、みたいな。で、そういうこと言ってると、いや、自衛隊が暴走してないのは世界に誇る憲法のおかげです、みたいに言う人がいると思うんですけど、それ絶対ね、もう世界にむしろ言ってほしいですよね。アホかって言われますからね、絶対。特に先進国っていうのはどこにでも軍隊持ってるし、ね、戦争が起こらないように自国の利益を守り育てていくっていうことを政治家が頑張るんですよね。政治家が外交を頑張るわけであって、戦争を起こさせないために政治家が頑張んないといけない。じゃあその政治家誰が選ぶんですか？国民でしょって。私たちが選んだ人が、ね、戦争を阻止しつつも、ね、いろいろ頑張っていこう、日本のことを守り育てようとやるわけじゃないですか。私たちの責任じゃないですか。ねえ、なのにじゃあ選挙行ってますかみたいなレベルですよね。戦争に巻き込まれる議論はさておき、日本がじゃあ戦争を仕掛けていくっていうことがあり得るのかっていうのをね、心配してる人いると思うんですよ。ねえ、なんかきっと安倍さんが暴走してね、軍を持って戦争しに行くみたいなね、陰謀論を解いてる人が多分今の時代にもいるとは思うんですけれどもね、そういう人にはね、ぜひとも戦争をするとどんだけお金が吹っ飛ぶのかっていうのを考えてほしいですよね。そこを計算してから物言ってくれるみたいなね、どこに戦争するお金があるんだろうっていう。でね、で、そういう人に限って、その中国とか北朝鮮がこんなに暴走してんのに、その脅威を全然話さないですよね。なんか、危険視しない。いや、彼らは来ないから、みたいな意味わかんない。いや、来てんじゃんみたいな。見えないのみたいなことを思うわけですけれどもね。それに地震のことだってありますよ。その自然災害っていうのが、その、憲法の規定によって人災にも変わるわけであって、ほんとその少なくとも国際常識を踏まえた憲法にしないと。憲法を変える以前にやることはきっと山積みなんでしょうけれども、憲法に関してほんとあえて言えば、憲法というのは時代とか国の理想によって変えるものですよね。他の国々も変えてますよね。で、そこに変えるにあたっておかしな発想をしないようにしなきゃいけない。そりゃそうですよね。変に変えられるのは怖いですよ。だから教育も報道も正すべきであってね。なのになんでその正していくことをしないの？なんでそのセルフ占領期間を続けるわけって、本当に不思議でたまんないですけれどもね。もう当時のアメリカの民主党政権の意思を引き継いでますみたいな人たちがうようよいますよね、日本国内にね。もう本当意味わかんない。本当ね、護憲派こそが憲法をないがしろにしていると思います、本当に。憲法を変えないっていう、その凝り固まった発想が非常識。ね、国のことを本気で考えてないってことですよ。まずそうじゃないですか。憲法の改正すべき点を考えないということは、今の国のあり方を考えてないってことですよ。明らかにずれてんだから。ね、変えちゃいけないと思ってる人こそが本当に洗脳されすぎで、ね、戦争になるの怖い。まあお金の計算もあるけれども、もう一つはね、今の安倍政権は兵役の義務を追加しようとしてるんですかみたいな。ね、すぐ徴兵制になるとか言うけど、G7 でも徴兵制ないし、そんな国じゃ日本がなりたいんですかって、徴兵制って普通に考えたらね、効率的じゃないし、平和条項残すって言ってんじゃん。むしろなんか安倍さんは残しすぎで問題じゃんみたいな次元なのにね。戦力持ちませんみたいなことを憲法で書いてますとか言いながら、日本は思いっきり軍事訓練しながらそれ言うかみたいなね。軍事演習してるじゃないですか、思いっきり。ねえ、世界に発信されてますけど、ニュースになってますけど、みたいな。それで憲法を守れっていうよ、こっちのセリフやがな、みたいな。なんでそんなに破りたいの、みたいな。私が思うにですね、その日本国民も自衛隊員も危険にさらしたくない、殺したくないって思うのであれば、私は他国が手を出そうとももう思いもしないほど最強の軍隊を持てばいいと思ってますよ、日本が。
金がめっちゃかかるでしょうから、現実的ではないんですけれども、まあ、それだからこそ経済の底上げっていうのが必要になってくるし、ね、そうするとでもね、軍隊が暴走するのが怖いわっていう人たちがいるでしょう。私もそうは思いますよ。何か、もしかしたら変なのが出てくるかもしれないみたいな。それは否定はできないけれども、私からすると戦争戦ってた相手、ね、敵国が作った、占領機関のシステムを継承してる方がよっぽど危ないと思うんですけれどもね。もうじわ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 どんどん弱体化していきますからね、日本が。まあ、軍隊が暴走するなり、政治家がね、外交をうまくやれなくてダメになるみたいな、戦争になるみたいな議論とか。それの根本的な問題は何かっていうと、おそらく自分たちをね、過小評価しすぎなんだと思うんですよね。そんなね、怖い怖い言わないで、なんかその民主主義国家としての自信持ったらどうなのって。ね、別に日本はアメリカによって民主主義国家になったわけじゃないんですけど、みたいな。多分そこがずれてると思うんですよね。誰かが何かが暴走するのが怖いとか、戦争になるのが怖いとかいうね、そういう考えが出てくるのっていうのは人間としては当たり前だと思います。じゃあ議論をしましょうよって、それについてね、民主主義制度でそういうことが起こらないように仕組みをね整えていきましょうってね、それが大丈夫だっていうことを確認しましょうみたいな、そういう話が合ってるべきなのにね、怖がってる人たちは怖い怖い怖いみたいな言ってるばっかりでね、何みたいな。そのリアクションばっか取られても困るんすけど、みたいな。怖い怖い言ってたって何にもならないんです、みたいな。ねえ、ちゃんと考えましょうって。どうやって脅威を防いでいくのかっていう話をしてんのに、怖い怖い、成長になる、みたいな、もうなんかもういい加減にしてって思いますよね。でもね、なんでこうなるかってね、ほんと敵国の、計算が巧みっていうのも、あるでしょうね。それでこうプロパガンダっていうのに本当に日本人が毒されて騙されてるということで、まあ本当プロパガンダ対プロパガンダみたいになってるわけですけどね。でも日本がプロパガンダまでやりきれてないと、普通の事実ぐらいも報道できてない、本当にレベルが低い、やばいなって本当思うんですけれども、私もね発信しなきゃって英語で発信しているとね、実は最近現実を突きつけられましてですね、英語で発信しているとやっぱりアメリカ人を中心に皆さんねコメントを残してくれるんですけれども、で私が先日の英語の動画の中でですね、少し日米の同盟関係を強化していかねばならないとね、その方法にはねいろいろあるんだよねみたいなことを少しそこを話してたら、コメント欄でね同盟強化の仕方を書いてくださった方がいたんですね。それがどんなこと書いてあったかというと、正直な話、同盟強化の最善の方法は一度一緒に戦争することだと、ね、一緒に互いのために命を懸けて戦って初めて本当の信頼が生まれるっていうことを言ってました。これ現実だと思います。本当に仲良くしようぜ、酒飲もうぜとか、そんなレベルじゃねえよみたいな、国際社会は。で、言論レベルでさえもですよ。私ね、こうやって発信続けているとですね、アメリカ出身、アジア出身のその専門家であったり、活動家であったりという方々にお会いする機会がありがたいことにたくさんあります。で、残念なことにですね、その完全に信頼されるというのは、やっぱり時間も労力もかかるし、で、それでもなおその疑いが、一定レベルあるっていうのが、現実だなっていうのを、もうね、感覚として、感じてます。政治という世界が、まあ、そういう世界っていうのもあるのかもしれないですけれども、まあ、それほど裏切りというのがいつ起きるかわからないような世界であって、で、そんなところで同盟関係を構築して、なおかつ強化していくっていうのは、本当に大変なことなんですよね。本当に命張らないと、できない。と言っても戦争するわけにもいかないし、やろうと思ったってお金もないしみたいな状況で、世論ももちろんついてこないからですね、ありえないなと今のところは思うわけですけれども、せめてその別に私戦争したいわけじゃないですけれども、戦争せずともですね、やっぱり一緒に軍事演習するとかパトロール続けるとかいうこと、一緒にずっとお互いに身を削ってやっていくっていうことを、特にアジアにおいてはしていかないといけませんよね。でも日本はね、今いい感じですよ。軍事訓練とかずっとやってくれていたと。ね、けどお金がこのままだと続かないでしょうね。スクランブル発進でさえもね、あれ何百万かかかりますよね、一回多分。で、なんか2機で飛び立つし、みたいな。
ね、で、1日2、3回行くわけでしょ、どんだけお金吹っ飛んでんですかみたいなね。本当に足りないですよね。やられればやられるほどどんどんお金が出ていくんだけれども、私たちの元手を増やさないから、どんどん枯渇していくっていうね。訓練とかもね、じゃあ一緒に同盟国でね、頑張りましょうって、一国では守れないから、ね、アメリカさん一緒に頑張りましょう、よろしくお願いしますって言ったところで、ね、私たちが一緒に訓練してたらどんどんお金なくなっていくみたいな。いうところで、本当にやばいですよね。その上乗せでミサイルだとか燃料だとかどんどんいるわけであって。で、そういう日本が苦労しているところこそ、そのね、北朝鮮なり中国なり、あるいはもしかしたらロシアとかも見ているわけですよね。だから本当に、見られてる意識をもっと日本は持たないといけないですよね。頼みの綱のね、アメリカさんも本当にギブですから。で、特に今のトランプ政権というのは保守側なんで、アメリカの伝統的な保守が支持層にいてて、その伝統的な保守っていうのは小さな政府でね、自分たちの命は自分たちで守っていくっていうね、感じのカウボーイ精神で、干渉主義ではなく、なんだろう、そう、他国のことに介入していきたくないんで、トランプの支持層の人たちっていうのは、実はそのね、なんでアジアに出てってんのみたいなレベルなんで、ね、繋いどくのも大変なわけですよ。だからもう繰り返しこの動画の中で言ってるようにですね、日本がどうしたいのか、国家の意思っていうものをちゃんと示していかないと、ね、ずれた議論ばっかりしないで、国がどうしたいのか、そしてどうありたいのか、この議論をしないことにはね、憲法改正ってできないはずなんだけどなっていうのが私の素直な思いであります。もちろんその憲法の条文のどうのこうのっていうのはありますけど、それこそ専門家にお願いしたいところであって、そのずれた議論からいかに元に戻ってね、ちゃんと日本がどうあるべきか、どうしたいか、そういうことをね、考えていかないといけないと思います。ということでですね、非常に長くなってしまいましたけれども、ヨーコブシ健在みたいな、まだまだ激おこです、みたいな。ご覧いただきどうもありがとうございました。またお目にかかります。スメナギ、やさか。